皆さんこんにちは。今回は最近話題の2個とその注意点です。で、最近何が評価されているのかというと、こちらです。主に2個のスキルですね。一突してるので継続時間伸びちゃっていますが。まず、評価点1個目がスキルによる集敵ですね。こんな感じで雑魚が多いと集敵がすごい影響してきます。もちろん、一部引っ張れない敵もいるんですが、まとめて殴るにはかなり便利な能力ですね。他にも連携スキルでも同じように集敵をすることが可能です。モーションもコンパクトでかなりいいですね。集結スキルでも集敵ができるんですが。まあ、2個で使うときは異常特化とかじゃないと使うことはほぼないでしょうね。そして、第2の評価点の防御ダウンについてですが。これ、防御ダウンがあるからダメージが伸びる、で終わっている人が多いと思います。防御ダウンするんだからダメージが伸びるのは当たり前で実際どうなの?って話をします。防御ダウンは、2個の強化弾丸による通常など、コアスキル、連携、集結の力場ダメージ発生で発生します。継続は 3.5 秒で短めですね。ボス相手には、左上のアイコンで残り時間表示をしてくれます。強化通常で適用できるとはいえ、基本はスキルなど、力場で更新しながらデバフするのがメインですね。ってことで、防御力を計算してきました。ガチの計算をするつもりはないので、簡易計算です。エレンの攻撃力は防海外サイトの目標攻撃力の平均値にしています。エレンはモチーフをつける想定なので、外付けの攻撃力はありません。めんどくさいので内部攻撃力バフは0で換算。で、本体比較の場合、双角のフルパワー攻撃力バフ。これは攻撃力を 34.5% アップさせます。ですので、簡易的に DPS 34.5% アップとします。一方で防御。キャラのレベルは60と50の場合で計算しました。この場合、デッドエンドクッチャーと雑魚敵。雑魚の防御は最低水準の36として計算してます。まあ、防御力は現状引用するしかないので。そもそも公式が公開するわけではないので違う可能性にも一応注意。ただ、基礎防御が違うことだけは確定なので。また、レベル60でどちらも成長は止まるので。レベル60と70の敵の防御力は不変です。で、ボス相手にはレベル50の時は防御デバフ恩恵が双角に匹敵します。ただし、レベル60になると双角よりバフは低く。雑魚敵についてはもちろん集敵を加味すると色々話は変わるんですが。双角よりダメージ貢献自体は劣化しますね。2個が悪いとは言いませんが、双角を超える、という表現は、特に、計算ではなく使用感で判断している場合、育成によるレベル上限のストップも関連していると思います。そして、重要なのはそこもそうなんですが、双角の攻撃バフ1000の目標攻撃力2500は到達が現状難しい。厳密には、2個の防御ダウンは完全パッシブ依存なので、2個のステータス育成は不要で、双角自体の育成が必要な攻撃力バフは低く見られやすいのがあると思います。ただ、これはどちらかといえばエレン向けの話ですかね。さすがに氷特化性能のある双角、エーテル特化性能のある2個。このそれぞれのパターンについては最終的にそれぞれが最適にはなると思います。ちなみに、エネルギー自動回復とかは支援同士でコピペなので、2個にはモチーフに自動回復がついています。ですので、モチーフつけてエネルギー自動回復つければ、双角よりかなり高いエネルギー自動回復を目指せますが。まあ、モチーフ前提ですかね。素体だけで考えるとエネルギーに差はありません。モチーフについてですが。一応、自動回復アップが2個モチーフには追加でついていましたね。ただ、このあたりは難しいですね。今回はキャラ本体だけの計算とします。次は、貫突の会心率アップを考慮して考えてみます。エレンは推奨ステータスの平均値だと会心率 100% 超えるので、11号で計算しました。ただ、11号は攻撃力アップのあるモチーフ。攻撃力4セットとかもつけたりするので、基本的には双角よりも2個の方が恩恵は高いでしょうね。ただ、このゲーム陣営やバフを気にして編成をするので、実際、支援だからといって汎用的に使用するかと言われると、少し怪しい部分もありますね。エレンに2個を合わせるとしても雷管がほぼ必須。ブレイクしないならリナも候補にはなりますが、サポートはともかく、アタッカーはコアパッシブ発動できないと意味がないので、このあたりは注意ですね。結論としては、敵の防御というか分類が精鋭やボスだと防御ダウン恩恵は高く。もちろん、レベルが低いうちほど恩恵は高い。とはいえ、さすがに特化したキャラを最終的に超えないだろう、という結論です。ということで、2個の解説に戻ります。2個がメインに使うのはこちらのスキル、と説明した覚えがありますがもう一度言います。こちらのスキルは長押しに対応していて、
一突すると、長押ししている時間が長いほど発射後の力場の継続時間が延長されます。一応、長押し、スティック一周回し、座り長押し打ちが最長ですかね。かなり長い時間、周敵とダメージ判定を出してくれますが、長押しはすればするほど、エネルギー消費もするのでそこは注意してください。長押し中にスティック回しで、今やった座りモーション、座った瞬間すぐ離すとこけて上空打ちになります。基本はこれを打つために、ひたすらエネルギー効率を稼ぐ感じですね。異常特化で行くなら、異常掌握を選択することになります。一応、通常、ダッシュ通常攻撃、ってすると最速でダッシュ攻撃が出るのかな。海外で推奨されているコンボに入っていたので、多分、エネルギー回収効率がいいのかなと思います。ちょっとふわふわしているんですが、知らなくても連携と強化スキル、合間の補給くらいなので、大きな差は出ないと思っています。おそらくですが、長押しスキル、ダッシュ攻撃、ターン押し、でギリギリクイック支援が間に合うコンボですね。知っておくと次のステップへ行けると思います。一応知らなくても育成をカバーするほどの恩恵はないかも。ぜひ使ってみた感想を教えてください。クイック支援を立ち回りに挟むキャラには結構重要だと思います。その代わり、力場の継続時間を消費してしまうので、2個のエネルギー回収や異常蓄積とかを考えない場合はさっさとチェンジでいいと思います。それでは、その他能力です。コアスキル。ここまで話した通り、防御ダウン効果ですね。そして、エーテルかジャトヤがいると防御ダウンを付与した時チームのエーテルダメージバフです。こちらも 3.5 秒なので、力場で更新とかしないと単発あたりは短いので注意。そして、2個の育成優先はこちらですね。コアスキルはもちろん育成するとして、スキル、集結の育成がおすすめ。ブレイク倍率とか、ほぼこのあたりしか使わないので、スキルと集結の育成をおすすめします。凸についてです。一凸の異常蓄積アップと継続時間アップが優秀ですね。あとは、全体的には優秀。貫凸で会心バフを配れるようになります。主演ピックアップでできれば貫凸までいけるなら行きたいですね。二凸でエネルギー回復もあるので、低凸は二凸までは欲しいですね。そして、おすすめ温動機です。モチーフがやはり最優秀ですね。持っていればつけない理由がありません。異常ダメージも伸びるので、最適です。他の候補はあれば、リナモチーフ。エネルギー回復も一応ついています。あれば採用を候補に。他にはルーシーのモチーフ。攻撃力バフやエネルギー回復がついています。弱点で使うならゲームボールでしょうかね。他に候補がない場合は、B ランクのエネルギー効率のついたやつを使うのがおすすめです。ということで、ドライバです。ドライバは、エネルギーかマスタリーの4セット。以上メインで行くならマスタリーを。普通に火力補助で使うならエネルギーの4セットがおすすめです。火力補助で行くなら6枠目もエネルギー回復メインを選択。異常で行く場合は異常掌握が有力ですかね。あとはサブステについては、それぞれ必要なものを。耐久補助で使うなら、4や5番目に HP や防御を選択できます。ってことで、編成についてです。エレンを使いたいならこんな感じでしょうか。エレンのパッシブのために、ビクトリアか氷が欲しいですね。氷4セット使うなら凍結が欲しいのでほぼ氷2になると思います。そして、主演編成です。実装後にはぜひ組んでみてほしい編成ですね。エーテル特化キャラなので、バフ能力は特化しています。そして、感電編成ですね。エーテルと雷の混沌を狙いつつ、という感じです。あとは双角アタッカー編成も採用の余地がありますね。相性を無視して、周敵と防御ダウン狙いなら意外と編成が可能です。その代わり残り2名のシナジーがかなり大事になるので、2個に汎用性があると言えるとしても、残り2名は窮屈なことに注意してください。11号にクレタかルーシーつけてもいいと思います。ということで、2個について解説でした。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。